そしたら、まず要件としては、うん、シートベルトしてねえと、そもそも歯だらがねえので、シートベルトはしてください。で、40キロ以上じゃないと、基本的に歯だらがないので、そこも注意が必要だす。そしたら、出発します。なんか一切大丈夫です。で、セットの仕方ですけど、ここさ、表示がある状態で、これは下さ、キュッて下げるのがセットの方向です。ランプついてからか。このランプついてる状態で。やってみるですよ。で、ある程度の速度になったら、ここば下さ、ヒュッてやるすな。セパセットになったさ。で、セットになればそこさもメーターさも出ますし、ここさも42キロで出るさ。で、これが上さピコピコピコって上げていけば、今設定速度51キロになってるけど、これは長く上さやれば5キロずつ上がっていくさ。これで今65キロですね。になるさ。で、今前さ車いねえから、なんだろう、メーターのところさ、白脱ぎの状態の車のマークついてるんだけど、これ今足離してるさ。はい。で、これで速度を落としたり、これで上げたりするさ。で、ここが前の車との距離を、短め、中間長めにするようなやつですね。になるさ。で、これでこう下げれば、今下げるので、ブレーキとか踏んでないですけど、これで下がっていくっす。でブレーキ踏めばセットが解除になるので、これで解除になったの？なってます今。なのでブレーキ踏んでるのでもう そのまま進まないので、っていう感じになるさ。はい。なので基本高速道路に乗る時とか、農道でもまっすぐな一本道とか走る時に使えば便利な機能なので、出すな。ですね、なかなか実際使ってみれば分かんないですからね。で、最初のうちこうピコピコって1キロずつ上げてくなるんですけど、長押しすれば5キロずつ増えていくために、下がっていくのもそうですけど、っていう感じになるので、それでやってみてもらえればと思います。運転手に頼まれたかったじゃん。使い方覚えたことないですもんね。俺の車に上座ってるけんだよ。俺のやつでどうしんだか、カナベから何から使い慣れてる俺のやつで言われてやってた。しかもおめずに言っても言えてたのや。なんですか。やってみるすか、交代で。出すな、その方が間違いないです。特定条件で働いたりはするんですけど、基本的には40キロになってから、ある程度速度一定になってからやった方がいいと思います。今そこで止まりならからまず出すな。このセンターラインこいでたたたなら60キロぐらいで出ればですね、低速域の時はなりにくいですけど、ある程度速度でくればなりますね。去年春先に山さ行ったんだよ。にゃぶざなるなるな、あんだんだビヤビヤなんだんだベイ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 ってなるそうな。こいんの山さ行く車に持ってんの以外にやってきてや。これで、で下さ下げればいいです。上さ？下。キュッと。これでセットな。セバセットになってそこさもめってるし。出た出た。セバアクセル離してもその速度で走るす。60年になっちゃうぐらいな。で、あとそれは速度上下げたり下さ下げたりすれば。わかったっすか。おお、進んでいた。出すな。そういう感じです。Oh.
毎車車いだずぐ。出すな。ああ。先日いつになるわけんだ。出すな。ああ、なるほど。ブレーキ踏んだから解除になったべ。出すな。ブレーキ踏めば解除になるんで。はあ、ああ、わかった。ありがとうございます。で今、オイル交換の時期なんで、オイル交換も今してしまうさ。だが、うん、あ、仕事頼むわ。で、さっき、あの、ピー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 うるせえって喋ってましたけど、うん、ここの下さ、うん、あの、ちょっとライトつけてればわかるかな。ここの下さ、うん、横滑り防止の、あの、新線はみ出した時にオフってあるんですよ。オフってやるな、うん。で、ここのボタン盤長押しすると、うんうん、メーターの長さ、うん、この表示でどの見えるですか？これの表示が、うん、あのはみ出した時にピー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 うるせえやつを止めるやつだっす。あんだ、うん、はあ、うん、で感情がもう一回長く押せばいいっす。おー、はい、なるほど。っていう形になるので、どうしてもうるせえ時はそれ使ってください。うんうん、はい、分かった。15度になります。それは今折り交換しますね、うん、はい、お願いします。はい、スーパースーパースーパー